皆さんこんにちは。 FM ハムスターリンクトゥライフ、命をつなぐ思い、メディアカウンセラーの岡野光平です。気軽におかちんと呼んでいただければと思います。本日もよろしくお願いいたします。本日は1月9日月曜日の祝日の回となっております。再放送の方は木曜日ということで、いかがお過ごしでしょうかね。祝日ということで、今回は成人の日でございますけども、いつもとはねちょっと変わった成人式になるんじゃないかなというか、皆さんもご存知だと思うんですけども、成人年齢が20歳から18歳に引き下がったことによってね、いわゆる20歳で迎える成人式というかね、そんな形がちょっと名前とかね名称とか変わってたりするのでね、ちょっといつもとは違う2023年の成人式ではないかなと思っております。私もね、広島市のホームページ見させていただいたんですけども、広島市は令和5年、広島市、20歳を祝う集いの開催についてということでホームページ載っておりましたね。なので、実際にはね、成人っていう言葉を使うと、18歳からということになりますから、いわゆる18、19、20、3世代というかね、3つのね、年齢の方が、成人を迎え、同時に迎えられる形になるということで、おめでとうございます。いや、本当にね、20歳というと、僕もいろいろ本当に人生の、今のこのね、活動も含めてですけども、方向が決まった年でもございますから、ぜひね、20歳を迎えられた皆さん、18歳でもいいんですけど、本当にこの大学生だったりとか高校生の最後の年なんていうこの時期はですね、すごく貴重な、時間となりますので、ぜひね全力で楽しんでいただければと思います。もちろん勉強も頑張っていただければと思います。ということで、今日のリンクトゥライフでは皆さんからいただきました質問について、どんどん答えていこうと思っております。ということで、今日も皆さんからメッセージお待ちしています。郵便はがきの場合は郵便番号 731-0192、 広島県広島市安佐南区祇園5丁目 37-1、 広島経済大学の FM ハムスターリンクトゥライフまでお願いいたします。ファックスは 082-871-1620、 082-871-1620 までお願いいたします。メールは fm.hamster@life.jp です。ブログもやっておりますので、おかちんメディア、そして YouTube の方も2023年から、ちょっと残ってたやつをどんどん出しておりますので、ぜひ時間があるときに見ていただければと思います。おかちんメディアで検索、もしくはリンクトゥライフで検索、よろしくお願いいたします。それでは今日もゆるっと学ぶ30分、リンクトゥライフ、命をつなぐ思い、どうぞお付き合いください。リンクトゥライフ、命をつなぐ思い。今日の放送では皆さんからいただきました質問に答えていこうということで、不定期に昨年からやってるんですけどもね、今年もやっていきたいと思っております。だいぶ空いたんでね、前回夏に最後やったんですけども、そこから半年ぐらい空いたので、かなり質問溜まっていましたので、質問箱とかね、メッセージでいただいたものに含めて、答えていこうと思っております。一つだけちょっとね、皆さんにお知らせなんですけども、というか今後メッセージを送ってくる時の、注意事項なんですけども、私個人的なこのリンクトゥライフという番組でおいてですね、この質問コーナーするんですけども、誹謗中傷とかですね、ネガティブな言葉とかですね、他人を否定するようなですね、言葉があった場合はですね、普通に通報だったりとか、いわゆる
ジャッジで、はい、私取り上げませんので、まあ、その辺はちょっとね、まあね、SNS ネット教育相談の番組のコーナーしてみたりとかね、あの普段のこのリンクトライフを聞いてくださっている方だったらそんなことないと思うんですけども、あのこの番組を多分聞かずにですね、あのメッセージを送ってくる方も多分いらっしゃると思うので、まあ初めてこの番組聞いたよって、今年から聞いたよっていう方もいらっしゃると思いますので、ぜひあのポジティブな言葉であのやり取りをしましょうね。よろしくお願いいたします。ということで、早速ね、質問に行きたいと思っております。新年一発目ということでね、はい、ふさわしいすごい質問なんですけども、1年後にはどうなっていたいですかという質問をいただきました。ありがとうございます。1年後はですね、そうですね、まずは、って言って、なかなか出てこないんですけども、1年後はですね、やっぱり今、やってることとしてはですね、まあ、この番組もそうですし、なんかこう広島のことをですね、いろんな方にこう伝えていきたいなと思うし、まあ、自分のこの教育理念みたいなものをこう体現できるようなこう力を身につけていきたいという、まあ、その最初の一歩として、はい、英語を頑張りたいなと思っております。まあ、具体的にはこうトーフルだったりとかを、まあ、ちょっと海外の大学にとか大学院に向けて、そのね、いけるレベルのこう点数が取れるようになれたらいいなと思っております。なので1年後はですね、まずは英語がペラペラになれればいいなと思っております。まあ、これはね、昨年 WCC2022 でいろんな方とコミュニケーションして、僕もつたない英語だったんですけども、まあそれなりにこうコミュニケーションを取ってみて、やっぱりもうちょっとこう学術的なとか学問的なところでいろんなね、高度なコミュニケーションできたら嬉しいなと思ったので、はい、ちょっと1年後こう、この2023年1年間をちょっとね、勉強の期間にさせてもらえたらなと思っております。ちょっと英語を得意な方とかいらっしゃったら、ぜひメッセージを送ってください。一緒に勉強コミュニケーションお願いします。ということで、続いて質問いきたいと思います。続いての質問は、芸能人以外で気になる女性とか憧れの人っていますかということで、まあ、そうですね、基本的に女性の方は本当素敵だなという方が多いのでね、なかなかこの人っていうことはないんですけども、いや本当にね、まあ何ですかね、こういろんな方いらっしゃって、今までこうね、プライベートだったりいろんなところでコミュニケーションを取らせていただいた方が多いんですけども、まあそういった方をですね、この番組にね、呼んでいけたらなと思っていますので、交互期待ということでよろしくお願いいたします。はい。あ、女性が出てきたら、あ、この人に話しかけたかったんだな、おかちんはと思って、温かい目で見ていただければと思います。よろしくお願いいたします。続いていきましょう。続いてはですね、まあ、この時期そろそろ来月ぐらいがこうね、山場というか、ね、大切な時期になってくるんじゃないかと思いますけども、質問いきます。好きな人にどんなアピールしますか。僕はアピールできませんということで質問いただきました。ありがとうございます。そうですね、僕もどちらかというとあんまり質ね、こうアピールできないタイプなので、こうなんと言ったらいいかどうかみたいなね、思うんですけども、はい、いやいやいや、そうですね、まあ僕はなかなかアピール、そうですね、大学の時の同級生とか、まあもしかしたらこの番組聞いてるかもしれないんですけども、こうなんか僕もなんかあれらしいんですよ、見た目がこうなんか大人ぶってるって言い方なのか、こう大人っぽいって言った方がいいのか分かんないんですけども、なんかこうそんなに恋愛気にしてないぜみたいな風に見えるらしいんです。なんか欲しそうに思わないとか、結婚しなさそうとか失礼な話なんですけどねと思いながらもですね、なので割とストレートにね、はい、アピールをすることが、はい、好意を持ってますっていう意味でそういうことが多いんですけども、まあ向こうはそのなんかよくある英語で言ったら like と love の違いみたいなね、はい、その違いでよく私はすいませんみたいなこともあったかな、学生時代はと思いながら、はい、思います。そうですね、まあいわゆる匂わせとか、まあ年齢にもよりますよね。この方がまあもうちょっと若い方だったら本当に
まあ、LINE だったりとか、まあ、テキストのメッセージ送ったりとかね、してみてもいいんじゃないかなと思いますけどね。まあ、結局なんかこう僕も本とかいろいろ読んでいく中で、そのね、アピールというか、まあ直接ねこう言うこと自体が恥ずかしいというのは、あ、僕もあのこのラジオ10年間ぐらいやってますけども、はい、未だにこう緊張するし、あの心臓バクバクするしね、なんかちょっと外でも怒られようと思うならもうなんかビクってなっちゃうし、そんな人間なんですけど、はい、あのまあ今はね SNS だったりでこう直接コミュニケーション取らなくても好意を伝えるってこと自体はまあできる、ね、ツール多いので、まずはそれからやってみるっていうのがいいんじゃないですかね。でもまあ女性の方からしたらもしかしたらね、はい、あの直接言ってほしいっていう方が多いんじゃないか、まあ、その辺をちょっと教えてください。もしくはあのぜひぜひあの生放送ですね、はい、ハッシュだったりとかね、はい、あのお昼の生放送だったりとか夕方の生放送だったりのね、学生さんいっぱいいますので、女性の学生さんね、パーソナリティもいらっしゃいますし、はい、いっぱいいらっしゃいますので、ぜひ、あの、声かけてメッセージ送ってみてください。はい。で、こうで見てください。はい。あの、27のね、はい、おじさんにですね、聞いてもあんまりいいアプローチができなかったので、ごめんなさい。はい。ということで、あの、アドバイスとしてはですね、はい、ぜひ、あの、お昼生放送か、夕方の生放送、木曜日だったら、ね、この後、ね、この後すぐですから、はい、そのままメッセージを、はい、fm.hamster@live.jp まで送っていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。じゃあ、ここでちょっと一曲いきたいと思っております。今回、私がかける曲はですね、なんか、何ですかね、僕の中で、まあ、教師という仕事であったりとか、まあ、先生と呼ばれる仕事ってなんか面白いなというか、なんかこういう、なんだろうな、今その時中高生だったと思うんですけども、はい、夜中にですね、まあ、番組があって、鈴木先生という番組なんですけども、はい、普通の学園ドラマとは違ってですね、こうずっとその主人公の鈴木先生っていう人がこういわゆる学校のちょっとトラブルだったりとか、こう生徒同士のトラブルみたいなものにですね、ずっと悩み続けながらこうね、解決というかね、こう生徒と一緒に導いていくっていう、まあ、そんなドラマがあったんですけど、もし見たい方は見てください。はい、なんか借りて見てください。なんですけども、まあそれを見た時になんかすごくいいなと思ったのと、まあこの成人の日ということでですね、まあある意味これからね、社会の中で、まあ荒波の中で戦っていく、ね、そんな人たちに向けてですね、まあ応援ソングとして、はい、聴いていただけたらなと思ってこの曲を選びました。ということで、聴いていただきましょう。ロッカートレンチ、光さす方へ。リンクトゥライフ、命をつなぐ思い。今聞いていただいたのはロッカートレンチ、光さす方へでした。いや本当にね、この曲もいいし、まあ、先ほども言ったんですけども、鈴木先生というこのね、映画もそうですし、ドラマも、そして漫画も面白いので、ぜひ見ていただければと思います。漫画はね、確か僕この正月ですかね、はい、ちょっと長めのお休みをいただいたので、はい、漫画読んでたんですけども、 Kindle の、はい、アンリミテッドだったかな、こう980円でこう読みたい放題みたいな感じのサービスがあるんですけども、確かそれにね入ってたと思うので、気になる方はぜひチェックよろしくお願いいたします。今日のリンクトゥライフでは、皆さんからいただきました質問にお答えをしていこうということでやっていっております。前半は3問ほどお答えをして、まあ後半もちょっとね、どんどん答えていこうかなと思っております。まずですね、先ほどもちょっと出てきたんですけども、質問ですね、おすすめの映画はありますかということで、はい、いただきました。
そうですね、一択ですね、鈴木先生ですね。はい、ぜひ見ていただければと思いますし、まあ、前回もちょっとこれ触れたかもしれませんけども、マイインターンとかもおすすめです。ぜひ見てみてください。寂しい時誰に電話するという質問をいただきました。ありがとうございます。寂しい時ね、なかなか僕電話そんなに得意じゃないんですよね、なのであんまり電話はしないんですけどもね。そうですね、うん、家族とかですかね。はい、ということでありがとうございます。そんなにいい質問というか、僕の回答が良くなかったんですけど、質問の回答が良くなかったんですけど、ごめんなさい。はい、ということで、これで最後になるかなと思いますけども、ちょっとこの質問に対しての回答が長くなりそうなので、はい、行きたいと思います。まあ僕の多分プロフィールとか見ていただいたと思うんですけども、はい、ということで質問ありがとうございます。いつ留学をする予定ですか。一つ目ね。二つ目、行かれるならどのくらい行く予定ですか。三つ目、日本で寺子屋を作る夢を先に叶えてほしいですという三つですね。一つの質問に三つ入ってるというね、お得なパックでございます。はい、ありがとうございます。いつ留学をする予定ですかという質問でございますけども、これは時と場合ですね。はい、まだコロナがこう完全にね、収まっていないという状況もありますので、まあ本当、運次第っていう形じゃないですかね。はい。個人的にはあと10年以内というか、まあ20代で、まあ2回、留学というか、海外の視察をさせていただいて、香港と、あとはハワイだったんですけども、いや、すごくいい、僕の中では、こう、価値観が変わったというかね、あ、こういう考え方もあるんだっていうきっかけにもなったので、30代でもう1回行ってみたいなと。で、次はね、3回目はやっぱり留学に、こう、長期間、まあ1週間だったりとか、本当ね、前回は5日間とか、すごい短い間での、まあ本当短期というかね、はい、まあそういった、まあ海外の経験でございますから、はい、ちょっと長期留学をする予定で考えております。まあなんかこういろいろ調べていくと、まあ奨学金の話だったりあるので、まあそれの年齢制限にかからないところとかが、まあそういったものになるんじゃないかなと思いますけども、まあはい、ちょっと40、まあ今27、この1月で、1月23でですね、28になる年でございますから、はい、10年後、38ぐらいまでには何とかしたいなと思っております。で、2つ目、行かれるならどのくらい行く予定ですかということで、まあちょっと先ほどちらっと答えたんですけど、まあ最低でも2年は行ってみたいなと思いますね。まあ、質問の中にすごくね、あなたは無理ですよみたいな、あんたの考えじゃ無理よみたいなね、すっごい質問もあったんですよ。言ったらね、これはね、まあ、いずれもそうでした。はい。広島市の土砂災害がね、2014年に起こった時も、学生なのに、みたいな感じで言われましたし、はい。広島経済大学から、広島大学に私、教育学研究科というところに、まあ、進学したわけですけど、その時にも、まあ、何人かの大人に言われましたし、はい。ね。経済大学はないですよ。経済大学のね、職員さんはですね、本当に素敵な方が多くって、今もたまに、大学に遊びに行った時に、すごく声をかけていただけるんですけども、まあまあ、その事情を知らない人たちから、やんや言われたことがあってですね、慣れているので、はい。まあもう気にしてはいないし、ああそういう人の考え方なんだなっていう、なんかこうね、別に名前も名乗らないのに、いきなり質問ばかり匿名でそんなこと言われたんてね、なんかちょっと、まあ、不愉快っちゃ不愉快なんですけどね、まあまあまあ、まあ、そういうコミュニケーションの取り方をする方なんだなって思いながら、まあ見てたんですけども、はい、まあでもまあまあ自分がやりたいことだったりとか、まあね、まあ言ったけど無駄だったって僕に報告されても、いや僕はその方の人生をこういろいろ変えれるね能力を持ってるわけではないし、かといって僕の人生をあなたに捧げるつもりもないのでって思いながら、はい、見てはいたんですけども、まあちょっと同じような質問があったので、まあその方のちょっと質問はね、まあ今ちょっとオブラートに言いましたよ。すごくオブラートに番組上適切な言葉で、はい、すごく言葉を直して言いましたけども、まあ本物はですね違いますよ。本物の文章はもうちょっとえげつなかったので、はい、ここでは省きます。はい、
で、あとは日本で寺子屋を作る夢を先に叶えてほしいですという質問だったんですけども、いや僕ごめんなさい、すいません、こればっかりはですね、寺子屋って言ってもなんかこう誰かが誰かに教えるっていう、なんかそのなんかいろんな寺子屋の多分定義があったりすると思うんですけども、僕はやっぱり一緒に学んでいきたいと思うし、ね、そのまあ、学生さんだったりとか生徒さんとか子供と一緒にね学んでいきたいっていうのもあるし、やっぱり自分自身が楽しいと思わないとね、とかこう学べるっていうそういうねこう立場にならないとなんか違うなと思ったりするので、すいません、すぐには人生の目標ではあります。いつかねこう田舎とかこうゆったりとそういうところで、まあ本当にねイメージ的な吉田松陰でしょうか、はい、のこう寺子屋みたいな形のこうね自分も学びつつ自分のこう自給自足の生活もしつつみたいな、まあ、そんなねことをしながらなんかいろんなことについて熱く語り合ったりとか勉強しちゃったりとかっていう、なんかそういったものできたらなと思ってるので、ごめんなさい、なんか先に留学する前にまずは日本でなんか叶えろよみたいな感じにこのメッセージがこう3段階で同じ質問の中に入ってたので、そういうニュアンスを取ったんですけども、すいません、僕は先に自分がこう何がやりたいかっていうところをちゃんと明確に決めているので、それが叶ってから他人に貢献しようと思っているのでよろしくお願いいたします。ということで、なんか最後は真面目っぽくなったんですけども、はい、ということで今回の質問コーナーは以上です。FM ハムスターリンクトゥライフ命をつなぐ思いエンディングの時間です。最後までお聞きいただきありがとうございました。今週は皆さんからいただいた質問に対して、まあ、私が答えていくという回をさせていただきました。いかがだったでしょうか。久しぶりになんか大きい夢というか、なんかこう2023年こういうことやるぞみたいな感じでいろんなところに、まあ、SNS でボンって出したら、こうなんだろう、広島市のね2014年の土砂災害の時と、広大の大学院に行こうと思ってこういろんなところにこうね発信した時の日にならないぐらいですね、お前何なんだよみたいなちょっとオラオラ系のですね、はい、ちょっと方々のちょっと言葉がメッセージが多かったのでね、びっくりはしたんですけども、はい、まあでも、まあ、それも含めてなんかいろいろとお答えできたのかなとは思っております。まあ、あとはちょっとね、若干僕にはキャパシティとしてない、はい、なかなか答えることができない質問も多かったんですけども、まあ、最後まで聞いていただきありがとうございました。木曜日の方はですね、この後ね、先ほども言いましたけども生放送控えておりますので、ぜひこちら聞いてください。月曜日の方もですね、まあ お昼の生放送終わっちゃったんですけども、夕方の生放送は5時からありますので、17時からですね。なのでぜひこちらも聞いていただいて、僕にはないフレッシュさがね、学生さんたちいっぱいありますので、ぜひね、いろんな質問、特に恋愛の質問はそちらに聞いた方がいいかなと思います。はい、ということでよろしくお願いいたします。さて、来週のリンクトゥーライフなんですけども、まあちょっとゲストがこの方って言わなきゃ決まってないんですけども、ちょっとね最近ね、実は昨年度から電動キックボードというのにですね、私もちょっと体験をさせていただいておりまして、まあそれに関わる方かもということでね、ちょっと楽しみにしていただければと思います。何せね、僕実は一人でね、一応会社員をしながら普段のねこういう番組の放送もやってますので、ちょっといろいろとねスケジュールが合わなかったりすることも多いのでね、まあちょっと、はい、なるべくね次回はこの方っていう形でこうね紹介できるように、今年はねなるべく余裕を持っていろいろとね
後半はできたらなと思っておりますので、ぜひ番組に出たい方、出演ね、一緒に僕と喋りたい方募集中ですので、よろしくお願いいたします。またブログ、そして YouTube やっておりますので、こちらの方ね、はい、最近 WCC2022年夏に行ったものがですね、はい、上がり始めておりますので、ぜひ、まあ、英語も含めて、頑張って訳しましたので、見ていただければと思います。よろしくお願いいたします。オカチンメディアズ、もしくはリンクトゥライフで検索よろしくお願いいたします。それでは、また来週、FM ハムスターリンクトゥライフ、お相手はメディアカウンセラーの岡野光平でした。ではまたね。